さあ、今週振り返っていきましょうか、ニュースね。ミサイル発射ね。今まで、北朝鮮がミサイル、まあ、衛星って言ってますけど、まあ、どこも各局ミサイル発射って打ち出してたんで、何人か来てましたけどね、ミサイル発射って言うな、みたいな。衛星打ち上げてんだ。訂正しろみたいなのが俺んとこ来たんですけど、いや、それ言うんだったらテレビ各局に言ってください。ミサイル発射ってで、速報を打ってたんでね。僕じゃなくて、言いやすい僕じゃなくて、どうぞテレビ局に。アツシだったら相手してくれるかなと思って、すごいクソリップ飛んでくんですけど、全部ブロックしちゃってるんで。今までって、ミサイル発射したってニュース速報では出てたけど、あんな何かを中断して、こう、しばらくミサイルのことを追うってことありました？だから、よほどやべえやつ撃ってきたのかなと思ったんですけど、違いは何なのかってわかる人います？まあ、日本に、打ち込むっていうメリットはないと思うんですけどね。そもそも北朝鮮を日本を相手にしてるのかみたいな。ああ、ありました。いや、そうそう、アベプラは今回中断したんですけど、今までもありました？ミサイルが飛んできて。いや、今回は番組中断して、ずっとその繰り返し繰り返し北朝鮮からミサイルが発射されました。地下に逃げ込んでくださいみたいな。あ、論破がそうなんだ。ミサイルのせいでぶっ飛んだんだ。おい、ぶっ飛んでんじゃねえかよ、番組。あ、かつても。あったんだ。ああ。じゃあ僕が知らなかっただけですね。すいません。いや、なんか特別にすごい言うなと思って。そうなのか。じゃあ問題ないですけど。ただまあ、もう、日本としてはね、遺憾です、遺憾ですって言い続けるしかないでしょうし、それでいいんだと思いますけどね、特にこっちも相手してませんよぐらいで。まあ、あんなミサイル撃ち込んでくる、軍事衛星なんでしょうけどね。まあ、気持ちはちょっと嫌ですけど、僕はまあ、打ち上げたものがうまくいかなくて、その破片とかが落ちてくるっていうリスクはあると思うんですけど、打ち込むはないと思うんですよね。